皆さんこんにちは、マリカです。今自分の車久しぶりに運転してます。今日の動画ですね、昨日か一昨日ぐらいにコロナの患者数がまた最高記録になったらしいんですよ。第2波が来てるというどころか、第1波が終わらないうちに第2波が来てるぐらいの勢いで、なんかロサンゼルスの市長も金曜日に前よりも厳しめなロックダウン的なことをオーダーしたいって発言してるの。っていうことはだよ、そのオーダーがそろそろ発動するとしたら、その後にすぐにあと3時間後にはロックダウンになるって言って、みんなスーパーとかに走るじゃないですか。そうするとめっちゃ混むじゃん。だからマリカは一応がん患者なんで、混んでるところとかに行ってコロナにかかったら死んじゃう可能性もあるから、そのオーダーが発令する前に今日のうちに外でやらなきゃいけない日用品を買うとか郵便局に行くとか、そういうのを全部済ませようと思います。ということで今日はその模様を密着したいと思います。はい。やっと言えた。これ4回目ぐらいなんだよね。ちょっと長くてさ、言うことが。でまず一番最初に来たのはもう着いたんだけど、自分の車あちらです。99ショップ。アメリカの99ショップっていうのは日本のダイソーと違って、自社の商品があるというよりは、近くのお店とかスーパーとかおもちゃ屋とか洋服屋とかでお日切れが近いものとか、つまりアウトレットの商品を売っているので、ゴミみたいな商品も期限が切れた、そこはさすがアメリカって感じなんですけど、期限切れの食料が売ってる場合もあれば、なんか30ドル、3000円ぐらいのものが1ドルで売ってるとか、物いいものに会えれば結構ラッキーみたいな感じなんで、最初にこちらに行ってここで買えるものを買って、その後足りないものを他の店で買おうと思います。では行ってきます。自分の車のナンバー丸見え、後でモザイクしなきゃ。はい、ということで99センチストアの中に入ってみます。ほらね、99セント、つまり100円ぐらいでこうやってお洋服もあるの。まあ好みの問題もあると思うけど、そしてこう広い、日本のダイソーの日じゃない。このアメリカのおもちゃってやっぱ可愛いじゃないですか。すごい可愛いから、今度 YouTube で作ってみようかなと思います。すごい充実。こんなん普通に他の店だったら結構高いと思う。こちらはペット用品です。ペット用品もかなり充実してます。これ可愛くないですか。ちょっとこれはね、14ドルとかするから、それでも1400円とかでワンちゃんのプールが買えるの。めっちゃ可愛い。テンとか太郎とかもプールに入れたい。入らないだろうな。すごい充実してます。こちらは女の子の髪の毛系グッズ、これもすごいいっぱいの商品があります。これは確か10ドル、1000円ぐらいだけど、それでも1000円でコテが買えるってすごいですよね。これ結構アメリカではかぶってる人います。はい、こちらは缶詰コーナー。すごい、缶詰だけでもこんな大量。これとか普通にちゃんとした値段でスーパーで売ってる商品ばっかりなんですよ。はい、これラーメンですね、カップラーメン。でこうやって生野菜とかも、まあ、あるんですね。まあもう通り過ぎちゃったんで今こちら戻っております。ほらあそこ、ここ一角全部生野菜とかそういうののコーナー、パンとか。なんとここで日本語を私見つけてしまったんです。おせんべいかな、美味しいかな、美味しくないかな、買ってきたよ。で続きまして、今から郵便局に行ってマリカのオンラインショップで発売している売れたグッズを配送しに行きます。ではということで今郵便局に着きました。この郵便局がまためっちゃソーシャルディスタンス取ってるんで、すごい長いと思うけど覚悟して行ってきます。ちなみに郵送するものはこちら、なんか見えるかな、ちょっとエッチなものなので出して見せれないんですけども、マリカのオンラインショップで買ってくれたグッズを、ファンの方がグッズをマリカのオンラインショップで買ってくれたんで、それを郵送しに行きます。いつもみんなありがとう。あ、今度ね、新作の T シャツが発売されるんで、それはすっごい可愛くて女の子でも着れるデザインなんで、ぜひぜひチェックしてみてください。あ、えぐかったわ。もうなんか郵便局から人が出てた、ソーシャルディスタンスの列のせいで。ということで30分ぐらいかかりました。ちなみにこの
お出かけしたらすぐ家帰ってお風呂入りたいんで、すっぴんで、帽子はマリオンアパレルで、 T シャツはキティちゃんとコンバースのコラボレーションです。そしてレギンスは自分で作りました。こんな感じかわいいロサンゼルスでしかできないファッション。では続きまして、銀行に行ってチェックを入金してきますどこ隠していいのか分かんないや。まあいいや、全部モザイクで隠そう。まあなんかチェックを入金してきますって気軽に言ったんですけども、こんな感じでチェック、まあ日本語では小切手ですね。こういうのが足写しててもしょうがない。そう、こういうのがね、なんか週1ぐらいでいろんなところから送られてきます。あのこんなにずっとロックダウンとかいろいろで、どうやってマリカちゃん生活してんのってよく言われるんですけども、一応なんか自分でサイトとかを運営してるんで、そういうののお金が家にいても一応毎週こうやって小切手で送られてくるんで、それで頑張って生活しております。ではこれらの小切手を銀行に行って入金してきます。イエーイ、クォーターもゲットしました。こちらはあのアメリカは洗濯機が部屋にないのでコインランドリーで使います。今グロスリーストアの長い列になってます。列が長いから店員さんに水もらったよ。皆さんこんにちは。今お家に帰ってきて、ちょっとコロナとかにやられてたらやばいから一回お風呂全部入って綺麗さっぱりね。ところで明日太郎のお誕生日なんです。太郎は外で拾ってきた猫だから、詳しい日数日時日にちは分かんないんですけれども、7月がお誕生日なんで7月1日ってことにしてるんです。だから明日太郎の4歳の誕生日ね。またロックダウンになる前にペットショップに行って太郎の好きなちょっとおもちゃとかいっぱい明日は買いに行こうと思ってます。なんかお風呂から上がったらもうメイク動画のためにしたくなくなっちゃったから、もう今日は全編すっぴんで許してねということで、何を買ってきたかちょっとだけ紹介します。なんかね、今日はもう全部買い物済ませようと思ったんだけど無理でした。あの重たさとかもあるし疲れちゃったんで一回帰ってきました。それで明日はまあさっきも言った通り太郎の誕生日なんで、ペットショップにクリスと一緒に行って何でも太郎が好きなものを買ってあげようと思ってるんですね。だからその時についでに猫ちゃんのご飯とかトイレとか、あとは今日は本当にセービングなんかロックダウンになっても大丈夫なように冷凍庫とかにキープできるお食事とかを買ってきたんで、明日はその時についでにスーパーに行って、あの生鮮食品とか、あとはアジア系のスーパーに行ってお米とかあのキープ、まあ一袋ぐらい買ってこようと思います。そしたらいつロックダウンになっても大丈夫かなと思ってます。とりあえず今日買ったものを紹介しようと思います。じゃじゃん、綿棒すごくない？500本入ってんの綿棒を買いました。そしてこちらもナインティナインショップでスポンジ、だから100円ぐらいのスポンジですね。であとはこれはね、なんかアメリカでも人気のやつで、その日本では多分薬事法かなんかで使っちゃいけない成分が入ってんのかな。でだからもう歯を磨くだけで日本のよりすごい真っ白になるっていう歯磨き粉なんで楽しい。磨けば磨くほど白くなるから、日本からこういうロックダウンとかコロナとかの騒ぎが終わって旅行に来た際には皆さんぜひお土産に買っていったらいいと思います。であとはこのひたすらたくさんのヌテラ、これはなんか別にヌテラとか好きじゃないから食べないんだけど、ちょっと撮影の小道具で、なんかいやらしい感じだよね、ヌテラを撮影の小道具って、撮影の小道具で使うのでこうやっていっぱい買ってきました。であとはバイシン目薬でしょ。こういうのとかさ、やっぱさロックダウンになっちゃってその時に切れてるとかになったらすごい最悪じゃないですか。だから買いました。え、これ漏れてない？え、なんか漏れてんだけど、え、これやば、これが漏れてんのが違う、え、なんか漏れてる、
まあいっか、これだ、これが漏れてんのかも。クレンザー、これあのブリーチです。お風呂とかを白くするのアメリカのお風呂とかのためのブリーチとかもやっぱり多分日本と成分が違うみたいで、お風呂とかも面白いほど白くなるから、そういうのもなんかいつかアメリカに日本の皆さんがまた来れるようになったら買っていったら面白いかもしれません。でこちらあの除光液ですね。これもだってさ、こういうのとかさ、同じメーカーのものがスーパーに行ったら多分4ドル5ドルとかで売ってんのに、ナインティナインショップに行ったら1ドルだから、だからまずはナインティナインショップだよね。でベビーワイプ、ベビー多分日本語ではウェッティでも、もしかしたらウェッティは業界用語でウェッティなのかな。ウェットティッシュに普通の日本の一般の人もウェッティっていうのかな。なんかアダルト業界はウェットティッシュ結構いろんなものを拭くのに使うので、まあ絶対現場にあるんですけど、あのアダルト業界の人はこれ日本ではウェッティって呼びます。アメリカではアダルト業界でなくても全般的に普通にベイビーワイプって言います。ベイビーワイプです。はい。でこれも、これさ前どっかで見て多分1200円ぐらいしたんだよね。それもでも1ドルのナインティナインショップで売ってたんで、こんなのはさいくつあっても足りないからね。ボディローションを買ってきました。やっぱさ、なんかまだいろんなとこいっぱい手術したからさ、傷跡があるのね。で傷跡ってドライな感じにしちゃったらやばいんだって。やばいっていうか残っちゃうんだって跡が。だからなるべくいつもボディローションとか塗っといた方がいいらしいですよ。あとはオイルとか、なんだっけ、ひつまオイルだっけな、忘れちゃった。最近それがいいって聞いてそれ使ってます。であとはこれ、洗面所用とキッチン用のハンドソープです。この辺とか全部ナインティナインショップで買ってるからね。でこれがいいんですよ、あの粉なんですけど、これをアメリカで、太郎ちゃん壁ガリガリやめて太郎がねこの壁をガリガリすんだよね。床に巻いて、アメリカだからカーペットなのね、ほとんどの家で。それで掃除機吸ったらすごい菌とかも取れるし匂いもよくって、あとはペットにも大丈夫ですよっていうやつで、すごい重宝してます。これあの何にでも使える洗剤です。あとはいっぱい買った。でまたヌテラでしょ、これも撮影の小道具で。次は一回冷蔵庫にもしまっちゃったんですけど取ってきます。食料品に移ります。ちょっと待ってて。はい、ということで買ってきたもの第2部、あの次は冷凍食品に移ります。こちらはトレーダージョーズで買ってきました。ジャパニーズスタイルフライドライスっていう名前のやつで、ひじきとかが入ったチャーハンです。これにお醤油をちょろっと垂らして食べるのが LA に住んでる日本人たちに人気の食べ方です。でこういうのもね、冷凍庫にあったら6段になった時に便利かなと思ったんで買ってきました。しかも美味しいし、トレーダージョーズの冷食って美味しいんですよ。アメリカの冷食ってそんな美味しくないイメージだけど、トレーダージョーズの美味しいの。であとはカンパオチキンっていうチャイニーズの冷凍食品と、マンダリンオレンジチキンっていうこう買ってきました。あとはなんかもうこの辺はもうほんと調理しないでいい系のやつね。調理しなきゃいけない系のは明日買いに行く。改めてクリスを引き連れて、荷物持ちを引き連れて。でブロッコリー、ブロッコリーはがんのね予防にもいいし。であとはお魚も買ってきました。お魚はティラピア、ティラピアって日本語でなんだ、ピラメ、ピラメ違う、プラム違うな、忘れちゃった。ネズミ、ナマズ、ヌマズ、ヌマズ、ヌマズみたいな名前のお魚です。であとはこちらです、アヒツナステーキっていうのもトレーダージョーズで買ってきました。これさえあれば大丈夫かな。あとは次第3部としては冷蔵庫のものをお見せします。よし、はよし、はい、ということで発表します。最近ね、アーモンドミルクからこっちに切り替えてます。オートミルクめちゃめちゃ美味しい。なんかコーヒーとすごく合う。カフェモカとかそういうリッチなコーヒー飲んでるような気分になる
ます。砂糖とか使わないのにオートミルク入れただけで。だからぜひ試してみてください。はい、ということで、あとこちらは2パック買ったんですけども、1パック帰ってきてお昼ご飯に食べちゃったんですけど、シーザーサラダ、これナイティナインショップで買いました。あとでこれは一応まあアーモンドミルクもお料理とかに使いたかったんで買ってきました。そしてはい、スモークドサーモン、これでチラシ寿司を作りたいなと思っていて、であとこれあのビーフです。あのね、昨日ねすごくたくさんビーツをお友達のお庭でできたのをいただいたので、そのビーツとこのお肉でまたボルシチ作りたいなと思ってます。であとはこれはなんかあのお食事をセービングしよう、セービングしよう、これ来月末まで賞味期限があるとか思ったら、なんかこんな贅沢品を間違えて買ってしまったっていう、ローストビーフ何のパーティーを始めるんだと思うんだけど、なんか急にさ美味しそうに見えちゃって買っちゃいました。であとこれさっき帰ってきたらクリスが訪ねてきて、じゃあお昼ご飯にするかって言って食べてしまったんですが、この出来合いのチキンティッカマサラ、これ結構美味しいです。あのエキセントリック、違うな、エキゾチックな感じののカレーみたいな、わかんない、そんな感じで、あとはこの2つ、これはトレーダージョーズさんのお気に入りのおやつです。あのこういうのあるよね、日本にも、なんだっけ、なんかあるよね、うまかぼうみたいなやつ、うまかぼうじゃない、じゃがりこと、じゃがりこ的な感じじゃない、違う、ポテコロ、忘れちゃった。で、あとこれがもちライスナゲットです。買ってきました。あ、そう、これ多分もちライスナゲットは一昨日ぐらいにもうジェフからいただいた箱の開封動画で入ってて、ありがとう超好きって言って紹介したと思うんですけど、なんとその日のうちに全部食べてしまっておかわり買ってきちゃいました。そんな感じかな。太郎今お夕飯中で、最後のご挨拶忙しくてできないみたいんで、私一人で言います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ、また明日も見てね。